どうも、タバタブラザーズです。兄の吉木です。本日はですね、高校野球2024選抜甲子園徹底予想始まりました。徹底予想の時間です。今回はちょっと狂気的なことにチャレンジしたいなと思ってて、一回もまだやったことないんですけど、選抜の日程が今出たところなんですよ。32個全部出たんですけど、ってことは勝つチームが16個あるわけですよね。1回戦勝つチーム、その1回戦を勝利するチームを全予想したいなと思います。狂気的じゃないですか。自分的にはね、かなり楽しみです。もう前にね、確定後の見解とかベスト8予想とか、そちらの方も先に投稿してますんで、ぜひ参考にしてほしいなと思うんですけど、今回1回戦の予想ということで、徹底的に、ね、予想していきたいなと思います。まあ、ある程度頭にインプットされてるんで、どうですか皆さん。これをするにあたってですね、懸念点が一つだけあります。批判が増えます。だって16校の勝敗を予想して全部当てたらもう俺未来から来てるからな。まあまあ基本的にもう一歩先を進んでる未来から来てる未来人なんですけど、はい、こちら。タバタブラザーズオーダースーツでございます。今年の秋冬のトレンド、グレーとレッドです。皆さん覚えておいてくださいね。で、こちらの裏地がちょっと派手に遊びまして、そしてグレーとレッドということやったんで、僕はこちらの裏地ワインレッドにしました。みんなもね、かっこいいスーツ着ていろんなとこ行ってください。タバタブラザーズオーダースーツ、ぜひ秋冬モデル検討お願いします。こちら、タバタブラザーズオーダーユニフォームでございます。ぜひ皆さん、概要欄から LINE 登録して見積もり発注よろしくお願いします。やっぱりね、予想したチームが負けてしまったら、おお前何してんねんという批判は全て僕が受け止めます。それぐらいのね、自信はありますんで、徹底的に1回戦勝敗予想をしていきます。皆さんもこのコメントで、勝敗予想、これはこうだろうとか教えてください。まあ、僕は高校野球好きで、皆様と一緒に高校野球を楽しみたいなと思っているので、こういう動画を上げます。選抜甲子園は3月26日に中央席で見に行きます。もうチケット取ってるので、大阪桐蔭が出ようが出まいが見に行きます。その際に取材はちょっと拒否したいなと思ってます。あとサイン OK、写真 OK、 盗撮 OK、 お触り OK でございます。お気軽にお声掛けください、僕のこと見たらね。それでは早速、第96回選抜高等学校野球大会1回戦 A ブロックから、八戸学院対関東一高、こちらはですね、八戸学院光星が勝つと思います。理由はですね、関東一高も大阪桐蔭を神宮大会で倒してかなり強いんですよ。ただ開幕日の1試合目10時半から、開幕日やから新井大選手が打てへんと踏んでますけどね。大会初日の一発目の試合、ガチガチに緊張するんですよ。って中で新井大選手、去年から投げてる経験値あるんで打てないと踏んでます。で、僕は光星学院は、まあ、雪国なんですけど、バッティングで結局冬場バッティングしか多分やることないんで、かなり触れてくると思うんですよね。で、僕は関東一高のピッチャーが打たれると思ってます。なので1回戦は光星が勝つと予想します。続きまして A ブロック、田辺対星稜、星稜高校です。すいません、省きます、言うことありません。田辺どんまいですね。続きまして近江対熊本国府、こちらはですね、熊本国府へと思います。熊本国府は九州1位、神宮大会出てきて僕めっちゃ期待してたんですけど、スコ負けしました。なので近畿のレベル僕低いと思ってて、近江って近畿のギリギリで滑り込んでるんですよ。で、近江もなんか右ピッチャーのコントロールめっちゃいい系なんで、熊本国府さすがに打つと思います。続きまして豊川対阿南光、豊川が勝つと思います。このブロックはね、波乱が起きるブロックやと思ってますんで、豊川がベスト8に僕は来ると思ってます。続きまして B ブロック、敦賀気比対明豊、こちらは敦賀気比勝つと思います。こうつつけがたいんですけど、やはりね、明豊も押したいけど、敦賀気比の方が僕は春は強いと思ってます。明豊がね、ちょっとピッチャー弱いな。敦賀気比もバッティング弱いんですけど、星稜にね、神宮大会優勝した星稜に
1対0、さすがにこの試合は明豊よりは上回るかなと思いますね。九州が多分今回レベル低いんで、それもちょっと懸念点です。続きまして、学法石川対県大高崎、県大高崎です。まあ県大高崎が軌道を破壊するかどうかに全てかかってます。お願いします、やってください。続きまして、創志対別海ですね。こちらは創志学園にさせていただきます。結構高評価してて、別海には結構苦しい試合になるんじゃないかなと思います。続きまして、山梨学院対京都外大西、山梨学院が勝つと思います。結構ねこれ苦しい試合になって、ワンチャンタイブレークあるんちゃうかなって思いますけど、山梨学院が野球のうまさで逃げ切るんじゃないかなと思います。京都もねちょっと打つバッターいないんで。はい、続きまして C ブロック、耐久対中央学院、こちらは中央学院が勝つと思います。まあ中央学院特集したんであんまり言うことないんですけど、大チャンス、うん、もうこのチャンス逃したら終わりや、中央学院は一生勝てへん。続きまして、宇治山田商業対東海大福岡、まあこちらはですね、東海大福岡にさせていただきました。宇治山田はかなりね、エラー数が目立ちました。なので結構実力は拮抗してると思うんやけど、そのエラー数の分僕宇治山田が好き出るんちゃうかなと思って負けると思います。続きまして、広陵対高知高校は広陵高校ですね。高知もいいピッチャーなんだけど、右ピッチャーなんかな、左ピッチャーやったらワンチャンありましたけどね。まあ、高知の試合見てたけど、でも高知もその相手が強かったら自分たちも強くなるみたいな、その相手なりの戦い方なんで、そこだけちょっと懸念かな。続きまして、京都国際対青森山田、こちらはね京都国際にします。悩みましたよ、ほんまに。青森山田のピッチャーめっちゃいいんですよ、めっちゃいいんやけど、京都国際のピッチャー大会ナンバーワン防御率、大会ナンバーワンから青森が僕打つ想像ができないですね、あの左ピッチャーから。うん、なかなか厳しい連覇になると思う。まあお互い打たへんと思うねんけど、関西の分京都国際に僕は利があるんじゃないかなと、京都国際が勝つと思います。続きまして、神村対作新学院、これねちょっと悩みました。僕は作新学院やと思います。作新学院勝ったら次大阪桐蔭に負けます。ただ神村が勝ったら神村が僕ベスト8に行くと思います。これちょっと追加で申し訳ないんですけど、神村もねメンバー残ってますし期待したいんですけど、作新学院の、まあ、関東王者の実力で、関東が最近強いですから、九州のレベルちょっと低いからね。ただ俺大阪桐蔭には神村は勝つと思うね。作新は大阪桐蔭には勝てないと思う。続きまして、大阪桐蔭対北海、こちらは大阪桐蔭にさせていただきます。まあ北海も打てないね、大阪桐蔭のピッチャーがエグいんで。続きまして、愛工大名電対報徳学園、こちらは、報徳学園にさせていただきました。名電がねちょっとね練習で負けすぎないよ。夏の甲子園出てきたら僕はちょっと優勝候補にしたいなと思ってるんですけど、春でね修正できてないやろうなと思いますけど、一番でも爆発力秘めたチームですよ。続きまして、日本航空石川対常総学院、こちらはまあ常総学院にさせていただきます。やっぱり総合力の高さが航空石川より上回るんじゃないかなと思います。以上で第96回選抜高校野球1回戦勝敗予想終わりました。まあ1回戦はね、自信あるよ。半分以上は天才予想家としては当てたいですね。16校当てたら未来から来たって言ってくださいね。皆様の徹底予想も教えていただきたいなと思います。それでは皆さん、チャンネル登録とグッド登録よろしくお願いします。ありがとうございました。